番、優勝戦第12レース1番、2番、3番、4番、5番、6番の並びです。スタートしました。優勝戦第12レースきっちりとスタートを決めてきました。その後ぐっと1号艇寺田出ていく、速攻は1号艇寺田知恵、外行ったのは3号艇市川、さす2号艇清水を誰も寄せ付けませんでした。1号艇寺田が先頭、スタートは前提正常でした。1号艇寺田早くも独走、2番手3号艇市川の内側に2号艇清水が届いていく。一緒にマークトップで旋回1号艇寺田知恵、2番手2号艇清水が先行するところ、全速旋回握った3号艇の市川哲也、2番手は握った3号艇の市川がリード、3番手が2号艇清水、東地は7回目の優勝、自身通算は73回目の優勝です。1号艇寺田知恵、2番手が3号艇市川哲也、3番手が2号艇清水敦樹、優勝戦第12レースまもなくゴールです。先頭1番寺田優勝ゴールイン。